こんにちは、愛媛1区友近敏郎です。私は松山市生まれ、松山で育ち、そして愛媛の三浦工業松山市の企業で5年間サラリーマンを務め、愛媛 FC の J リーグ昇格にキャプテンとして尽力してきました。その後参議院議員を一期務め、そして今回衆議院議員愛媛1区から立候補を決意いたしました。友近さんはね、暮らしの中のお声、現場のご意見しっかり背負って国会に届けたい、そんな思いで立ち上がってくれました。今真っ白なユニフォームで活動をさせていただいてます。2つの大きな決意があります。1つ目は真っ白な気持ちでもう一度政治の道を再スタートを切ろう、そして2つ目は自分が真っ白のキャンパスとなり、皆様の声、議論を私に重ねていただき、皆様の声の虹の架け橋となれるよう努めていきたいと思います。どうにかもう自分の貯金をかけて、はい、崩しながらしてます。本当に困っている人っていうのもやっぱりいるわけで、はい、そこをすくい上げていただくと、私たち事業主としてはやっぱりすごく助かるし、経済も回っていくんじゃないかなというふうに思います。今政治に対して不信あるいは不満をお持ちの方も多いかと思います。政権与党の長期政権によるおごり、これも大きな一因かとは思いますが、一方で私たち野党の力不足、これも大きな政治不信の一因であると私たちは自覚をしております。ですので現場の声、そして地域の声をボトムアップで政策を作り上げていきたいと思います。やっぱり飲食さんの中でもそれでやっていけるところ、やっていけないところっていうのは当然ありますけど、その私たちはまあ何もない中で、要は人には外出するなみたいなことを言い続けられると、正直言ってもやっていけないなっていう。いろんな制度の歪みや網の目からこぼれている人たちがたくさんいらっしゃいます。私たちはそうした声を聞かせていただき、ボトムアップで政策を作り上げていきたいと思います。選ぼう、変えよう、私たちは変えられる。